はいどうもボイですでは、早速今日も真犯人フラグの考察やっていきたいと思います。えっと、まずいきなりちょっと宣伝になっちゃうんですけれども、今週ですね、あと少なくとも2本ぐらい真犯人フラグの考察動画追加であげようと思ってますので、ぜひ忘れずチェックしていただくためにもチャンネル登録していただければと思います。また、13話の直後考察の動画が大変好評いただいております。こちらも概要欄に載っておりますので、合わせてチェックしていただければと思います。では、早速内容に入っていきましょう。 本日は小畑由美バタコとは一体何だったのかというところで考察をしていきたいと思います前回13話でですねかなりバタコについては回収がされてきてまして僕の見立てだと体重もかなり近いかなとは思ってますでその中で小畑由美がやってきたことそして残されている伏線について一旦ここでまとめておきたいと思いまして動画を作りました それでは早速中身に入っていきましょう。それではバタコのプロフィールについて今一度確認していきたいと思います。えー、名前はコバタイミですね。通称バタコです。女優さんはカリナさんになります。物語の中での年齢は37歳。出身地ですけれども、こちらは不明ということになっております。大阪の可能性もあるかなと思うんですが、この辺りは後ほど触れていきたいと思います。 身長は165センチということで、まあ、女性としては比較的大きい方かなということになります。さすがモデルさんかなというところですね。えー、大変残念な話なんですが、えー、僕の身長と大体同じくらいということになっております。で、物語の中でも、その犯人の身長が何センチぐらいみたいな話が出てくるんですけど、えー、165センチということで、身長がこれより低い、160センチとかそういったものは、 バタコの反抗から外れてくるのかなと思います。あの身長って逆に高く盛ることはできると思うんですけど、低く見せるっていうことはおそらく現実的にできないと思いますので、この辺は重要なヒントになってくるかなと思います。えー、足のサイズは24.5センチになっております。ただ、これはこの間、元木が大きめの靴を履いていましたけれども、靴のサイズはいくらでもあの大きい靴履いてしまえばいじれてしまう部分があるので、そこまで参考にならないかなと思います。職業ですけれども、私も 確認する限りではわかからなかったです、えー、ただ、あのバタコって結構日中に動いていることが結構多くて、ですね何か職に就いているとしても比較的時間に融通が利くのかなと思います、宗教活動もしてますしね、魚市場の関係者ということが可能性としてはかなり高そうですので、どうなんですかね、パートとかアルバイトとか、そのあたりなんですかねというふうには思っています、えー、結婚歴についいてもわからないです。 中村充さんと結婚していた、まあ、もしくは今も結婚、一応婚姻状態という可能性はあると思うんですけど、えー、それ以外に、例えばその前に別の方と結婚してたとか、もしかしたら今、新しく別の方と結婚しているとか、そのあたり可能性としてはあると思うんですけれども、そのあたりは不明となっております。えー、子子供供に関してては、えー、ケージュというででですすねね、えー、冷凍で送られれきた子供です、ね、これがバタコの 子供である可能性がもう極めて高い状態となっております10歳前後の頃に亡くなっていて5年以上冷凍されていたということが分かっております、えー、死因については、えー、とちょっとわからないんですけれども傷の状況とかから言うと,、えー、と虐待かまあ、もしくは交通事故という可能性が高いかなと思っていますはい まだこの知能レベルですけれども、えー、皆さんもえお分かりかと思いますが、そこまで高くないですね。えー、例えば、冷凍瓶の箱に指紋がベタベタついてるとか、あとはなんか吹き矢で涼介を襲おうとしたりとですね、非常に計画性に乏しいところから、知能レベルとしてはあまり高くないかなと思います。えー、身体能力は非常に高いです。えー、特にえ格闘術に長たてますね。あの、この間、あの、志田とも戦ってましたけれども、非常に 格闘がすす。ごいいと、と運動に優れてると思います、えー、金属バットを思いっきり振ってましたね。中村さんを襲った時ですけれども、非常に力も強いというところではあると思いますが、あのスイングを見る限り、野球とかソフトボールの経験者ではないんじゃないかなと思っています、えー。吹き矢については、前よりは少し上手くなっていますけれども、まだ練習中というところですね。えー、続いて進行。 ですね。についてですが、輝きの世界ということで、新、ま、興、あ、宗教に入っていたということになりますで。こちらについては入信をしていたんですが、自らの行き過ぎた行動によって、1月18日、 より少し前に破門されていると考えられますえ。プロビンの動画のアップロード日が18日だったので、え、まあ、それより少し前に破門されているということが分かっています。え、続けてバタコの作中での動きについて見ていきたいと思います。え冒頭から出てくるところで言うと、カメラウイのコールセンターの方にたびたびクレームの電話をしていますえ。花が咲くと願いが叶うというですね、輝きの土というのを カメラウインに送ってきましたね。二宮さん宛てに送ってきましたけれども、これには金仙花という花の種が植えられていて、まあ、ほっといても芽が出て花が咲くと、そういった種が仕込まれていて、それによって、 輝きの世界というのは信仰を広めているものだと思われます。で、り介との関連ですけれども、えー、あとくんですね、相良篤つとを自分の子供として迎えるつもりがあったと思われます。本人への洗脳だとか、あとは自宅に子供用品を揃えるなど、非常に用意が周到でありました。えー、洗脳されているというところで言うと、篤つとくんのセリフで、パパがママを殺したというようなセリフがありました。まあこれ 事実である可能性はもうないと思いますのでおそらく洗脳の可能性が高いと思いますあるいは阿久津と落合がですねバタコの写真をあそこに見せた時に「お母さん」と言っておりましてここも私はあなたのお母さんだよという洗脳が行われていたものかと思われます。 で、パパとママ、まあ、ママのところとお母さんがちょっと矛盾しているというか、えー、なんで両立しちゃってるのっていうところだと思うんですけど、あの、これについては、まあ、篤人にとって相良良介はパパ、相良真帆はママっていうことだと思うんですよね。それはもう母、実際の母かどうかというところは置いておいて、えー、パパ、ママがそれぞれ相良良介と相良真帆を指している言葉であって。 でただそれに対して自分のお母さんはバタコなんだよっていう洗脳を受けていたまあどこまで信じてるかっていうところはちょっと微妙なラインかもしれませんが一定程度洗脳はできていると。 というふうに思われます。先日の13話では、警察の見立てでは、監禁場所がバタコの部屋じゃないかっていう話もあったんですけれども、作中の描写で、まあ、ハンバーグをあげている描写があってですね、あの部屋の様子が、えー、先日プロビンの動画に上がっていた、輝きの世界の影立ちの間に非常に似ておりましたので、おそらくここで監禁されていたものと思われます。えー、なので、競争はもう完全に 関係を否定してましたけれどもある程度競争というかある程度教団も関与した上での圧と監禁だった可能性が高いかなと思っております具体的な根拠についてのちょうどお話ししていくんですけれどもバタコが非常にサガラ良好を憎んでいるということはわかっています自宅にあの異敗のセットを作るほどの お葬式ごっこみたいなね、のをしてましたけれども、それぐらいの、えー、執着があるということが分かっています。で、えー、解明ですかね、が、えー、っと、かなり早い段階、3話ぐらいから出てきてまして、三脱印投稿、不和、陸、紳士っていうことなんですかね。ちょっとすいません、読み方間違ってたら申し訳ないんですけど、えー、こういう解明がついてましたと。 で、えー、これは非常に悪い意味なので本来の解名では絶対ありえないんですけれども、えー、漢字を読み解いていきますと「えー、三脱院」「投稿」ということで「物を奪ったり」とか「幸せを奪ったり」っていうことですね「で、負、えー、は陸」これは、えー、和を乱して和をなくしてはならかして苦しめるこれはバタコに対してなのか「良介自身が」っていうところはちょっとわからないんですけど、まあ、いずれにしても人とのつながりを断って 離れて苦しませた人ということですねで最後、紳士、これは男性の解明に必ず最後につくものなそうだので、まあ凌介はそういうう男だよといい意味になりますいずれにしても、非常にこう憎しみがこもっているような解明になっているということですね。で凌介と、以前から関連性があった可能性は高いんですが、直接あったのは、もしかしたら12話が初めてだった可能性はあります。 少なくとも凌介はその認識でしたね。で、その他の人との面識なんですけど、岸田とは面識がありませんでした。病院の一見理想でしたね。で、元木とも直接のつながりはないと思われます。 え、フリマで誘拐犯、そういうのは出品しないでくださいね、みたいな、裏で、あの、フリマでのやり取りがありましたけれども、直接つながりがあれば別にフリマアプリでやり取りする必要なんてありませんので、元木と直接的なやり取りはないということですね。で、えー、最新13話での動きですけれども、え、良介が、ま、復帰しましたと、目を覚ましたというところを見て、自宅から逃走して、まだ未だ逃げているという状況になっております。 では、えっと、バタコがやってきた犯行について振り返っていきたいと思います。こうやってリストにすると、ですねかなり犯罪行為を行っているというところなんですけれども、まず、ケイジュ君の冷凍便をカメダウに送りました。お探しのものですというものをつけてですね送ってきました。続けて、瀕死の圧とを冷凍瓶で、これもカメダウに送ってきました。 続けててフリマでアトくんの服を勝手に出品ししおりましたね。これもよく考えたら別に人のものですのでこれダメですけどもアカウント名がケー10ジ1008ということでフルフルフリマというフリマアプリで出品をしていましたこれ自宅の畳の感じとか、まあ、この物語の流れからしてもう間違いないですねでえー、っとケージ10 1008ということでアカウント名がバタコのおそらく お子さんの名前になっているということで、1008、八多分誕生日か、もしくは命日だと思います。続けて、これは怪我に至らなかったですが、良介を道路に押し倒していました。で続けて、中村充を金属バットで殴って土に埋めています。吹き矢で攻撃しようとしたものについては未遂に終わっていますね。 えさらに、警察病院に不法侵入して、えー、器物損壊です。これも犯罪行為だと思います。えそして、相良良介にフードを盛るというところが最後になっております。まあ、これだけ繰り返しておりまして、痕跡も散々残しておりますので、え冒頭にも伝えましたけれども、そろそろ捕まる、まあ、もしくは何らかの形で、真犯人側から処分されるというところは、ちょっと濃厚かなとは思っております。 では最後にバタコに関して残されている伏線について語っておきたいいと思います。まず中村充との関係性もしくは中村充と良介の10年以上前の接点とは何なのかというところですね。で最初に申し上げた通り中村充とバタコというのは昔婚姻関係にあった。 というふうに私は見てるんですけれども、その中村光が良介と面識があった10年以上前ということで大阪時代の出来事であるのかなとは思っています。で、えっと中村光と良介ということで、もしかしたら良介の仕事関係、えー、コールセンターとか実際に配達をしたとか、えー、そういった関係性がある可能性がありますね。で、中村光があの冷凍遺体の身元を確認した後に。 まあバタコに最後バトに殴られる直前ですけれどもまだ償えるよというセリフを残しておりますのでバタコがさらに前に何か悪いことをしているというところは間違いないかと思います、えー、慶樹君に関してなのかもしれないんですがちょっとこの辺りはヒントが少なすぎるのでまだわからないというところですね続けて、えー、誘拐当日に関してですが輝きの世界の車が使用されていました でこちらはスクラップになっていたということで、まあ処分したものと思われますが、どこまで教団が事件に関与していたかっていうところはちょっとまだわからないところにはなります。続けて、このお探しのものですという、あの、冷凍、最初の冷凍瓶についていたメモ書きのようなものなんですけれども、これの意味について考えていきたいんですが、実はこれはバタコの でででとといいうことではない可能性があってですねもしかしたらそれよりさらに上にいる真犯人側の思惑で「お探しのものです」というメモ書きが残されていた可能性が高いと思っておりますでそう考える理由なんですけれども光の動画が最初に送られてきた時も「お探しのものです」というセリフが付けられていましてこれについてはもう実行犯も元気でほぼ間違いないと思いますので、えー、そうするとまあ こうよくある話だと思うんですけどあの、同じ痕跡を残すことによって犯人が一人だというふうに偽装するためじゃないかなと思ってます。えー、ただ、まあ、物語見ていただいている皆さんわかっていると思うんですけど、実際にはバタコだとか、あとは元木だとか、 もしかしたらゴーラーかもしれませんけれども実際にこう犯行を行っている人というのは複数いるので実行犯を1人というふうに偽装するためのものではないかなと私は思っていますコールセンターの通話の中で二宮に対して私もそっちに行くからねということを言ってましてこれのところがもしかしたらまだ回収されてないかもしれないですただこれはですねバタコが実際に凌介の前に姿を現しましたので まあ介のそばに行ったということで言えばもうこれは回収済みということかもしれないです。あとはまたこが病院のこの清掃用具入れみたいなところに隠れてですねアストのところに行こうとしてたんですけどあの日 一体アストに何をししようとしてたっていうところがちょっとまだ不明になります。で、可能性としては取り返し,しに来たっていう可能性が高いとは思うんですけど、そうするとあのぐるぐる巻きになった包帯の中にアイスピックみたいなの忍ばせてた意味がちょっとわからなくて、でもかといってこう殺意があったかっていうとちょっとそれも怪しくて、えー、冷凍瓶で送って、なおかつもう一回、 殺そうとしてって、ちょっとよくやってることがよくわからないので、まああれは誤信用として、何かあった時用として、まあ篤人に嘘の証言させたので取り返しに来たっていう可能性の方が今は高いかなとは思っています。最後になりますけれども、12話のところですかね、最後の部分に、えー、良介に対して、 本当の子供じゃないのにというセリフを言っておりました。これの真意がちょっとわからないというところですね。可能性としては三つあると思います。一つ目として、真犯人側に不死の鑑定、DNA 鑑定の結果を教えてもらっていたというのが一点目。二つ目に、自分とアツトに言い聞かせている。えつまり、アツトはまあバタコ私の子供だよということを言い聞かせているので、えつまりそれは、 亮介の子供ではないということですからそれが自分に対してもあてもそう言い聞かせているという意味での本当の子供じゃないのにというのが2点目最後3点目ですけれどもこれは可能性としては低いと思うんですが取り違えがあってバタコの子なのかはちょっと分からないですけどでもそれ知ってるとしたらバタコの子っていう可能性しかないのかちょっと分からないですけれどもいずれにしても取り違えていると。 いうことを知っていて、本当は涼介の子供じゃないということを知っているということになります。ただ、ここについては可能性は低いかなと思っております。はい。以上バーッと喋っていきましたけれども、えー、バタコについての考察一体何者なんだというまとめになります。えー、今後もですね、えー、バタコについて何か進捗があれば、あの直後考察とか、えー、直前の考察でも。 言っていきたいですし、冒頭にも言ったんですけども、14話の考察の前にあと少なくとも2本できれば3本ぐらいは追加の考察動画を上げていきたいと思いますので、ぜひチェックしていただくためにチャンネル登録していただければと思います。えもしよろしければあのコメントと待っております。何かまあここおかしいんじゃないですかとかあのここが良かったですとかあればコメントお待ちしております。高評価もお待ちしています。 では、えー、今日の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。